騒乱と爆発が街を包んでいく。炎と煙の中、出会うのは二人の少女。一人は見たこともない武器を持った女子高生。もう一人は眠ったまま空中に浮いている奇妙な少女。眠っている少女の心の声が聞こえる。私は存在しちゃいけない。殺して、殺して、私を殺して。その悲鳴に近い思念を無視し、女子高生は興味なさげに通り過ぎる。何かに取り憑かれたように化け物を切り刻みながら、私と同じような能力を持ってる子。こんな力いらない、もう嫌。誰か、誰か助けて。私には何もできない。お願い。お願い神様、誰かを傷つけるなら私を殺して。私を押しつぶしていた世界が壊れ、私は再びこの世界に戻された。その意味を考えている。自分の起こした悲劇を、誰かが不幸になる病を傍観することしかできない。そんな悪夢を見ている。誰かの心の痛みに応えることはできない。私にそんな価値はないから。燃えている街が、苦しんでいる人が、次々と現れては消える。まるで夢の中の出来事のように。一歩でも近くに、強くありたいと願う気持ちが、私を前に進めてくれる。弱さのない人間なんかいない。いつも何かに怯えて生きている。あなたもそうなんじゃないの？祈りや願いという弱さを捨て、意志の強さだけを信じて進む。そうしないと壊れてしまうから。眠ったままの少女の意識は、目の前にいる不愛想な女子高生に向けられた。この人は違う、何か特別だ。彼女からは自分の忌まわしい能力と同じような匂いがしている。望んで得たにせよ、そうでないにせよ、戦いを通じて観察する限り、彼女は私と同じくらい強い。
直感でわかる。彼女なら私を殺せる。剣で私の腹を引き裂き、心臓をえぐり出すことができるだろう。だから、祈るように叫んだ。存在してはいけなかった私を殺して。ずっと眠っていたのに、誰も傷つけるつもりはなかったのに、この力は誰かを不幸にする力。私は生まれてきちゃいけなかった。私は何もしてあげられない。さよなら。振り切ろうとしても、殺してという呪いのような思念がついて回る。このままではおかしくなりそうだ。女子高生は剣を抜く。うるさい。行動を邪魔する者は誰であれ何であれ許さない。その決意の切っ先が眠る少女を貫いた。だが剣に肉の手応えはない。剣は深々とアスファルトに刺さっている。まるで眠る少女など最初からいなかったかのように。